では次、画面切り替わりまして、今度は熊本。熊本龍之介動物病院、徳田龍之介先生のお話に移っていきます。まず、龍之介先生のご紹介をさせていただきます。2016年、こちら、熊本地震で病院を、ペット同伴避難所として開放し、約1500人の人が利用しました。そのご経験から、環境省の災害時におけるペットの、災害対策ガイドライン策定にも携わっております。毎年2回の野良猫不妊去勢手術キャンペーンを行い、これまでに約2万頭の手術を行いました。また、高齢者施設における動物介在事業であるとか、小中学校の動物介在教育を実施しています。小中学校の道徳の教材に取り上げられたり、子どもたちに命の尊さを伝えております。それで、たくさんのですね、著作などもあるんですけれど、龍之介先生走るというような本とかは、こちら道徳の、まあそうですね、課題図書として挙げられたりするほどの、有名な方でございます。それでは、龍之介先生の、まずご講演を、録画をしておりますので、まず録画の方から、見ていただけたらと思います。それではどうぞ。皆様こんにちは、徳田龍之介でございます。今日は、多くお集まりの中、TNRO をどういうふうにして、説明しようかというちょっと悩んでおりましたけども、おそらくベテランの方がいっぱいお集まりなんですよ。だから、一般の住民の人が、ね、いらっしゃってるわけでもないからですね。だから TNR とはっていうのを言ってもしょうがないかなというふうに思いますので、龍之介の大規模な TNR のやり方とか方法とか考え方をね、少しお伝えできればなというふうに思っております。まず、龍之介の TNR は結構大規模でやっております。だいたいですね、1日300頭ぐらいはやりますかね。それをだいたい1週間ぐらいやります。それを2月と11月にやっております。まあ、そういうの方法をするにはやっぱり結構な頭数がね多いんですよ。それをするにはね、やっぱある程度やっぱり私たちも練習しなきゃいけないし、流れをスムースに持っていかないとなかなかやっぱり難しいところがありますね。10年前にですね、東日本大震災の獣医師としてね視察に行ったんですよ。東日本大震災は本当に衝撃的で、私にとってはね、これはやっぱりね、対外的にやっぱりボランティアを大々的にやらなきゃいけないなっていうふうに思いました。それでまず考えたのはですね、やっぱり人と動物、ペットとの離れ離れになるというのがすごくやっぱり衝撃的です。ワンちゃんと猫ちゃんと飼い主さんが一緒に避難できる避難所が必要、同伴避難所をぜひ作るべきだっていうふうに一つ思いました。それで、龍之介ビルを、耐震性の大型の動物病院というかね、大体もうそうですね、200人から300人、500人ぐらい収容できる大型の施設ですね、を作ろうというふうに思いまして、当時ですね、九州動物学院っていうのと、それから龍之介動物病院建物が別々にあったんですけど、それを一つにして大型の龍之介ビルっていうのを建ちました。耐震性のね、これを拠点にもう災害の時にはぜひ同伴避難所として活用してくださいということで、もう始めました。それからですね、大地震の後にですね、災害の後には野良猫が増えるっていうのを初めて知りました。野良猫、野良犬もそうかもしれないけども、とりあえずお家の中にいた猫ちゃんたちが外に飛び出して、避妊去うちは外に出さないから避妊去勢しないでいいですよっていう飼い主さんが結構いらっしゃるのでしょうね。多分ね、地震でバーンって逃げたの子たちがやっぱり外に行って、大体災害から半年ぐらいでものすごい勢いで繁殖っていうか始まるんですよね。だからぜひね、やっぱり TNR もしやるとするんだったらね、災害の後の半年以内に一度やられた方がいいと思います。で、それで今度はですね、2015年の徳之島 TNR っていうね、動物基金がやってます。それをですね、どんなふうにやってるのかなと思って、やっぱり第1回目でしたけどね、視察っていうか私も参加させていただきました。それで本当に、ね、大型の TNR のやり方だとか方法っていうのをそこでやっぱり学びました。先生はですね、山口武夫先生からいろいろご教授いただいて、こうして明日やるんだよっていうふうなことを言われて、そこにですね、やっぱり斎藤智子先生っていうのを出会いましてですね、斎藤智子先生がね、
龍之介先生、もし熊本でやるならぜひ手伝いますから呼んでくださいよって、もう大々的にやりましょうよっていうことにやっぱ声かけて、私そこでねやっぱ思いました。これね、一人でやっててもなかなか難しいんですよ。だから本当にね、私が思ったのは仲間が必要。獣医師もそうだし、ボランティアの人たちもそうだし、やっぱりみんなで仲間を募ってやらないと心がねやっぱ折れることもあるし、もういいかって思うこともあるけどね、やっぱ仲間がいて支え合う人たちがいればね、やっぱりそれだけね、あの力強いものになるんですよ。だから本当にね、もう山口先生や斉藤先生に私は本当にね、あ、そうかってみんなって仲間でね一緒にやらなきゃいけないから、その子でねやっぱり目覚めましたよ。これは全国規模でやらなきゃいけないっていうふうに思いました。それをねやっぱ気づかせてくれるの斉藤智子先生が、ねえねえ先生先生って龍之介先生とか言うのはね、本当にね、あのね、心打たれたというか、よし龍之介もやろうっていうやっぱり思いましたね。あの今までは細々でやってるけど、大々的にやろうと決めたのはこの徳之島 TNR に行った時です。で、一つ思ったのはね、徳之島っていうのは一つの島ですから、外から猫ちゃんが入るわけでもないんです。だから外に行くわけでもない。だから徳之島で TNR が成功すれば TNR は実証されない。これは効果があるというふうに思います。私たちが住む熊本でさえすらですね、九州アイランドですよ、九州地区で全体がやればいいんです。大きくなってくれば、日本は島国が日本全体でやれば結構それはできる。徳之島はそのやっぱ縮小でね、縮図だと考えてやれば結構いけるなと思ったら、やっぱり効果を出してましたもんね。で、この1週間後に龍之介 TNR を結構やりました。大々的にやって、もう本当にね、かなり多くの賛同する人が結構出てきてね、で確かな手応えを打って やりましたけどね、やっぱそれだけやっぱり、待ち望んでるっていうことっていうかね、もうそんだけ待ってる人がいるっていうか、それだけのニーズがあるっていうことですよ。今後ね、これはね、その時で終わっては意味がないからですね、これはやっぱり継続的にずっと継続して、とことんまでやるっていうのをやらないと、もう本当にちょっと休んだりするとまた一気に増えるんですよね。だからやるならもう最後までとことんやらないといけないっていうのが多分この TNR っていうものだというふうに私は思いました。ということで、まあ、TNR を結構一生懸命やるようになりましたし、まあ本当にね、人と人のつながりとか言いますかね、獣医師の仲間が増えたのは私にとってものすごく得るものがありました。これはね、TNR こんだけ頭数やると知識とか経験とかですね、それから技術とかを学ぶのはもちろんそうなんですけども、それも増して友達が増えるっていうか、知人が増えるっていうか、そういうのはものすごく自分にとってはプラスになることでした。 TNR を通してですね、まあそれだけやっぱりキャパっていうかね、視野が広がりますよ。全体像を見るようになりましたから、もうぜひやっぱり TNR とはやっぱり私にとってはすごく劇的にやっぱり獣医師のその方向性を少し変えた一つの出来事でしたね。さてね、 TNR についてのそのやり方方法を、龍之介のスタイルを少し伝えたいというふうに思います。まず2月と11月にやるんですよ。これは今まではね、ずっと、まあ、360人野良猫捕まりました、お願いできますかって言ったら、はいやりますよっていうふうなことをやってたんですけども、だらだらずっとやるよりも、12月のニャンニャンの日からね、2月の22日から1週間ですよって、11月のワンワンニャンニャンの日から1週間ですよって、1週間って言えばですね、もうそれが結構やっぱり、ああ、もうそれまでまとめたかなきゃとか、どこにネロちゃんがいるか調べなきゃとかね、そういうふうな感じ、いつでもできるっていうのは、やる気をなくすような、こう、連れてくるきっかけを逃しますね。だから私が思ったのは、2月と12月の1週間1週間っていう限定した方が、より効果がありました。私は龍之介にとってはね。さて、なんで2月と11月かっていうと、なんでというか、こう今までやった中で何月何月こうずらしてやってたこともありますけどもね、一番2月の方がと11月が集客力が多いんですよ。で、2月がですね、お腹を開けたら妊娠してる子が結構多いんですよね。で、2月妊娠してる子が多いっていうことは、これは結構妊娠する猫ちゃんを手術するのは負担にもなるし、傷口も大きくなるし、それからまあもう少し負担を軽くするためには妊娠する前にやった方がいいんじゃないかと思って、1月にずらしたことがあるんですね。で、1月にずらすと、なんか集客っていうかね、猫ちゃんを連れてこない人が多いんですよ。で、その時やっぱり人間の心理としてはね、お腹が大きくなって初めて人が動くんですよ。とか発情期の真っ只中、もううるさい、これ絶対また赤ちゃん生まれるよっていう風に、発情期真っ只中の時にやっぱり連れて行こうっていう気持ちになるんでね、そういうのを考えればね、2月と11月にやるのが一番効果的だっていう風にちょっと思いました。
まあ、その中で、まあ、2月11月はもう定着させて、できればね、本当にね、みんなには言ったら、もう九州アイランドでまずやりましょうと。2月と11月を全国的に、2月と11月のニャンニャンの日から1週間というのをやっぱりしてると、それが定着するんですよ。多分みんなバラバラやってると、各県でやってると分かんなくなる。2月と11月でやった方が、私、全国的にやった方がっていいんじゃないかなっていうふうにちょっと思いますけどね。まあ、そういうのをやっぱ考えてました。耳カットを必須にするのはですね、本当、野良ちゃんと飼い猫との、やっぱり明確なその振り分けができるんですね。ふるいにかけることができるんです。もし野良ちゃん出身で飼ってる、実は野良ちゃんですけども、餌は庭でやってます。それ野良ちゃんかなっていう、やっぱり基準がないですね。だからその辺はね、飼い方だとかその人の考え方によっていろいろ様々ですけど、耳カットするんだったら野良ちゃんとして TNR 参加してもいいですよっていう感覚で、一つのね、やっぱりふるいの一つの条件ですよ。これはもう必須です。これを知らない、しない人はやっぱり、ちょっと TNR ちょっと難しいですね、参加はできませんっていうふうに言い切れますよ。耳カットを右にするか左にするかっていうのは、地域だとかその場所によってやっぱちょっとやり方方法が違うところがある。耳カットをするのはですね、やっぱり耳に穴を開けたりとか、まあ、いろんな方法がありますが、今はね、耳カットするのが一番主流で分かりやすいと思います。この耳カットの方のですね、まあ、龍之介でやってるのは右側がオス、左側がメスっていうふうに決めてます。まあ、それはね、全国的にはまあそういう住み分けはないと思いますけど、これが面白いことに、耳カットをしてやる猫、ノラちゃんは、ノラちゃんじゃなくて地域猫なんだよっていうね、認識ができるんですよ。あの子はね、耳カットしてるかっていう、そういうね、地域の人がうんちくが言えるんですよ。しかもね、右にからあの子はオスだもんね。ああ、そうで、なんでですかって言ったら、右の方に耳カットをしてるのはオスなんだよっていう、そういうね、うんちくが言えるんですよ。地域住民の人が。それがまた楽しいらしくて、耳カットの右がオスだった、左がオスだった、これをちょっと教えてあげるね。おじさんたちが結構そういうのね、やっぱり見て話をするんですよ。だからぜひね、この耳カットの法則っていうかね、これはやっぱね、教えてもらうと、後からね、やっぱり地域猫として見た時に観察しやすいし、みんなに伝えやすいし、ご自慢に話をしたくなる人間の心理があるんですね。それからまあ、だいたいもうお腹が大きくなるですね、半年未満、半年っていうか4ヶ月5ヶ月以上だと手術していい方にいいっていうふうにやっぱ言ってます。その3、4ヶ月以降っていうのがなかなかやっぱ難しい。これ何月生まれですけども、なんとか滑り込ませてそこにやっていこうっていう患者さんたちの考えがあるんでしょうけどもね。だからそこのね、やっぱり何ヶ月ですっていう申告、自己申告になると難しい。だからはっきり分かるのは体重ですよ。もう1キロ以上だったらもうやりますというふうになります。1キロ未満だったらもうしませんというふうに言い切れます。それをやっぱり1キロっていうのはもう決めました。 それから、ね、飲みだにはもうこれは必須です。これね、飲みだには絶対やらなきゃいけないというふうに私はそう思うのはですね、実費いただくんですよ。いくらね、 TNR で無料でやります、無料でやったとしてもね、1000円のフロン、飲みダニの駆除剤をつけるんですよ。1000円かかるんです、その人に。飲みダニをやりますって、それをやらないと参加できないですよっていうふうに言います。そうするとね、もう弱ってる猫ちゃんでも無料だから、まあ、とりあえずこうお願いしますって。いや、これね、ノラちゃんだか分かんないけど、多分やってないと思うけど、ちょっとどっちか分かんないんですけど、まあ、とりあえずお願いしますとかね、とりあえずお願いしますとかいう持ってくる人って結構多かったんですよね。まあ、無料だからやってもやらなくても費用はかからないと思うから連れてくるんですよ。だけど、この飲みダニの名を実費で1000円でももらうことによって、いや、これをこの間したと思うよ、これやらなくていいよっていうふうにやっぱ言われるし、弱ってる猫ちゃんとか年寄りの猫ちゃん、この子はいいよっていうふうに、その連れてくる人がね、やっぱり選別するんですよね。だから気軽に、まあ、ついでにやっといてくださいっていうことがなくなります。だからこの飲みダニをやるっていうことの実費の1000円っていうのはもらった方が効率的、効果的に、その連れてくる人も10頭連れてくれば1万円は出さなきゃいけないわけだから、まあ、それを考えればできるだけ必要のある野良ちゃんを本当にやるようになってくるから、これはね、やった方が私はいいと思います。それから日帰りは必須です。もう日帰りはもうその日のうちにお返しするっていうのはもう絶対した方がいい。もうこれ1日ですね、やっぱり200頭から300頭ぐらいのするともう相当な数ですよ。野良ちゃんですからね、麻酔が覚めればぴょんぴょん
段ボールごと飛び跳ねていくんですよ。逃げるというかね、ビョンビョンビョンって。もうそんなのにするともうどれがどれか分かんないし、個体管理がね、300頭を私たちでは管理できない。それぞれ連れてきた人が家で様子を見て、良ければ次の日の朝話してほしいし、もう話せるようだったらその日に話しても大丈夫。それはもう連れてきた人が管理すればいい。私たちはそこまでの管理はなかなか難しい、数が多すぎるからね。だからヒガリはもう必須にしました。あとはね、中にはね、やっぱりその龍之介のその手術の方法に対してね、すいません卵巣だけ卵巣子宮全摘してくださいとか、それから正中切開とか、お腹を開ける方法で即即切開でやってくださいとかですね、それからまあ予防、この子はですね、できればその抗生物質を2週間持続の抗生物質にしてくださいとかね、麻酔をこの麻酔でやってくださいとか、特に指定がするそのベテランの人たちが連れてくると、そういうね、なんかね、細かい指定が出てくるんですよね。だからそれはね、やっぱり、ね、もう頭数が多すぎるとなかなか難しいし、なかなかその辺ができないからですね。まあそれはもうお任せしてる以上はね、龍之介スタイルでいきますから、でそれは了承してもらうようにしてます。この条件を満たしているものだったらもうそれでやりますというふうに なってます。まあ基本はね、まあ、そういったスタイルでいくのが私たちのやり方方法ですよ。まあポイントはね、本当にね、2月11月にやるっていうこと、それから飲み駆除の方を実費のお金をもらった方がより効果的にそのセレクトできるし、よっぽど弱ってる子とか、もうこの辺も連れてきたりする人もいるけど、お金をかける、1000円でもかけたら、それをね判断するんだ、やっぱ連れてきた人がね。それはぜひお願い、してもらった方が私はいいと思います。さて、今までね、多くの、猫ちゃんを TNR をやりました。その実績がですね、まあこの方に少しデータがありますけども、実際はですね、まあ、1回の避妊 TNR で大体1500から2000頭ぐらいを結構やってます。まあ、その辺を少しずっとやってみると、まあ、大体まあそのレベルでいけば、徐々にやっぱり低くなってきてますよね。その数と、データをまとめてですね、やっぱりいろいろ分析した結果をね、少しお話ししたいと思います。これね、今まで頭数としては大体2万頭ぐらいは結構やってると思います。で、その中のまあ面白いデータといいますかね、まあ実際はですね、オスメスがですね、6対4の割合で来るんですよ。メスが 6割、オスが4割の方で6対4で来る。生物学的に言えばね、大体オスメスの出てくる確率としては1対1なんですよ。オスが1のメスが1っていうの確率で出てくるんですよ。だから TNR 何度やっても本当にぴったし6対4で来ます。私は初めてこんだけね、2000頭ぐらいの猫ちゃんを1回1週間で見るとですね、あ、オスが多いかなメスが多いかなっていうふうに言うけど、本当にね、ちょうど半分半分が64ですけど、半分半分来るんだなっていう、これは生物学的にやっぱりそう、やっぱり1対1の割合で来るんだと思ってですね、これはまあすごくやっぱり発見で、まあ、ちょっと自分なりに感動してるところですね。それからまあ妊娠猫の比率ですよね。これがですね、また面白いことに2月圧倒的に妊娠猫が多いんですよ。全体の 25% が妊娠してました。それからまあ11月はまあ 0.7% の妊娠率であるんだけど、まあほとんど妊娠してなかったけど、2月に妊娠は結構してるんですよね。猫ちゃんの比率は結構やっぱり2月が多くて11月、これがね、はっきりした原因はわからないんですけど、まあそういうのが結構多かったですね。それと、全体的な、まあ、これが一番言いたいところなんですけども、龍之介が TNR を始めてから熊本市の殺処分数はどのぐらいかっていうのをやっぱり一応見てみました。そうするとやっぱりそれにね、龍之介の TNR に比例して、殺処分ゼロがやっぱりどんどん比例して少なくなってきてるのはもう明らかにそうですから、本当に私たちがやってるね、TNR っていうのはすごく効果が合ってると思います。でこれをですね、やっぱり証明できてるのはすごくやっぱりもちろん龍之介だけじゃないですよ。全体がそういう雰囲気になってるし、殺処分ゼロに向かってみんながやってるからそんな風になってる。龍之介だけとは言ってるませんけども、だからそれだけ効果があるのは間違いないと思います。 TNR はですね、ぜひこれを、このデータとかをね、やっぱり見てもらってやっぱりした方がいいと思います。今度は飼い主に対してですもんね。飼い主のやっぱりそのデータを少し調べたんですけどね、実際はですね、7対3で女性の方が結構多いんですよ。で 7対3ぐらいの、まあだけどご夫婦でね、旦那さんが車に連れて、奥さんが連れてくるっていうのがパターンが結構多かったんですけどね、まあだけどまあ女性の方が結構多いっていうこと、それから年齢別に言えば大体50代か60代、50
50代60代の人が結構多いっていうことで、それから地域限定すると、熊本はまあ、中央区を含めて東西南北のまあ区になってますので、ね、南区が今年は今回は多いけど今度は北区を行こうかなとかね、そういったのも結構やっぱりできますよね。だからそれ考えれば、まあ、もし、ね、限定するんだったら今回は重視が少ないから今日は今回は南区だけにしようとかですね、 TNR のやり方を分析できるんですよ。それからまあ女性の人がちゃんと多いなら女性の人が運転がしにくいとかそういうのも結構あるでしょうし、それから50代60代の人がホームページや SNS で発信するよりも新聞広告に出すか折り込みのチラシをするかにした方がもうちょっと宣伝効果が出てきますよね。だそういうのを含めて分析すればこういうふうな患者さんたちに向けてメッセージを発信しないとやっぱり TNR の、数を集客はできないというふうにちょっと思っております。それからもう一つですね、SFTS、これが、重症熱性、血小板減少症という病気が SFTS はですね、まあ九州のことにで言えばかなりやっぱり多いんですよ。でこれはね結構重要なことであってですね、この SFTS 対策をしないといけないんです。でこれがうちの方で、調べたところですね、0.1%、 1000頭に1頭の割合で、SFTS が陽性がいるんですね。だからまあ病原性はなかったにしろその、抗体を持ってる猫ちゃんが結構います。やっぱりだからそれだけの確率でいるっていうことは、これはですね TNR が猫ちゃんのための殺処分ゼロのための活動だって思ってる人たちがほとんどなんですよ。ところが SFTS は人畜共通伝染病ですので、これは公衆衛生上、保健所の人たちは公衆衛生上この TNR は必要なことなの。これは人のためにもやってるんですよ、ね、TNR っていうのはね。これをねやっぱり SFTF があるっていうことだから飲み谷の駆除は必須なんです、これ絶対。だからそういうことを考えればこれをやって SFTF の公衆衛生上必要だから飲み駆除はぜひ必須でやりますよっていうことでやってますから、この TNR はぜひね保健所の方と行政の人はですね、たかが猫ちゃんの TNR だと思ってないので公衆衛生上必要な、TNR だっていうのは認識をね、行政の人はやっぱりしてもらいたいという思います。今ですねもうノラちゃんだけ一回それをつけて話しちゃうと1ヶ月有効の飲み谷では結構ね効果が薄いんですよ。だからそれを考えれば飲み谷駆除は今は3ヶ月間有効のが出てますから、3ヶ月間有効に、出てからもすぐ買いましたよ。原価としてもちょっと割高になるんですけど、それもやっぱり少し上げて患者さんに、患者さん連れてきた人に理解してお金を少しいただいてます。それがまあこういうふうなデータという分析にはやっぱり出てきました。それをやっぱり踏まえてね、私たちは TNR をやっていかなきゃいけないということ。さて、今度はですね、人の方ですね、どういう構成で、龍之介 TNR が進んでるかっていうのをちょっとご説明します。まず獣医師がね30名です。でまあ1週間で、ね、30名がずっと来るわけですね。入れ替わり立ち替わり、まあ私は今日2日間しますとかですね、まあそれから次の人が大体1日でもう日帰りで帰りますとかね、そういう人たちがいる。まあ入れ替わり立ち替わり大体1回の TNR で30人の獣医師が入れ替わり立ち替わり結構します。これで龍之介登録してる獣医師だけでも60名いるんですよ。だけどまあ常時来るのは大体30名ぐらいですね。それから VT が100名、アニマルヘルステクニシャンが動物看護師の方もね、まあ、100人って言いますか、ここねうちはね学校もやってるからテクニシャンの学生がね結構いる。それがね結構役に立ってるんですよ。でその子たちが一生懸命やってるから、まあ、100人でまあ総勢150ぐらいはいるんですけど、まあ、100人ぐらいは結構手伝ってくれますよね。それはすごくマンパワーとしては勇気づけられて手伝いとしてはすごくいいです。それからボランティアの人が大体30名ぐらい、この人たちがですね、もう本当ね、外とのうちとの出入りが、この人たちが一番忙しくて大変だというふうに、ボランティアの人がね、本当に頭が下がるぐらい、もう一生懸命ね、もう走り回って、もう講習会をしてくれるから、もう成り立つようなもんですよね。それから住民の人、大体1人に、1頭につき、大体1人か2人ぐらい来るんですよ。そういうことは2000頭来るとして、すればですね、大体まあ2500人から1人に1頭につき 2人か3人ぐらい来るんだったらもう3000人か4000人ぐらい来ますよ。それだけの住民の人たちがこの建物が1週間で 出入りをするわけですから、結構な数 のこの建物わんさかもう本当に人がもう、それにあと行政の人ですね、行政の人がやっぱり保健所、各保健所とか、まあ、それとかね
龍之介の方でやってますか、そっちの方に行ってくださいとかね、広報の頼りだ、広報の頼りだとか、回覧板だとか、あの辺のところで告知をし始めてくれてますか、それで、ね、やっぱり結構来てくれてますね。でそれだけ、まあ、これだけの構成人数で、うちの TA なのを回してますね。ちょっとね、やっぱり、特記するべきことはですね、獣医師が30名も結構いるんで、これ大したあれだと思います。これは本当ね、まあ、山口先生、斉藤先生だとか、それネットワークで結構やっぱりやってますけども、意外なことにね、熊本市から結構来てる人がいなくてですね、県外からの人がほとんどなんですよね。もう本当にね、沖縄からね、北海道までやっぱり飛行機でわざわざ来て、しかも全部自費ですよ。自分のお金で出して、自分の病院を2泊3日からお休みして、九州で TA ならして、それから帰っていくって、本当にね、頭がもう下がりますし、もう本当にね、他の獣医師にも、いやいや、もう旅費交通、少なくとも宿泊代だけでも払いますとかいうふうに言ってもね、いやいや、そしたら意味がないからって、私たちがやってるのはボランティアだからね、雇われてきてるわけじゃないからっていうことで、その辺がね、もう本当に涙が出るぐらいね、その、この心意気というかね、それがね、すごくやっぱ感動的にすごいですよ。自分のところを休んで、その間収入が減るだろうし、それからこっちの方に来てこれだけのことをやるっていうのはね、まあそれだけね、私たちが思うには得るものが大きいんですよ。横とのつながりとか、1年に1回ぐらいしか会えない獣医師とも会えるんですよ。ああ、去年大丈夫だった、この間どうだったっていうね、獣医師同士の話ができる。このコミュニケーションは本当にね、嬉しいです。こういうことがない限り、会うことがないメンバーが、1年に1回もしくは2回ね、会うことができるんです。これはね、もう本当に私もやってみて初めて気づきました。このネットワークは大きいですよ。その他の人たちも結構やってますけどね、まあ、この辺の人たちも大体ボランティアの人たちもそうですけども、行政も含めて、これだけの構成人数でやってますけど、この TA なら、じゃあ誰のために実はやってるんだっていうふうに考えると、これは誰のため、私たち獣医師じゃないんですよ。ボランティアの人たちでもない、一生懸命やってるのは。でこれ本当は一番やらないか、この2500人以上来る住民の人がもう本当に困りました、もう世の中人のために、住民のためになんかやりましょうよって、住民が立ち上げて、私たち獣医師に TNR をお願いしますって持ってこなきゃいけないんですよ。だからこのやってる中心が、獣医師が中心にやっちゃいけないんですよ。やっちゃいけないってわけじゃないけど、獣医師が中心じゃないんです。しかもうちの TNR の一番のやっぱり柱となるのはボランティアの人たち。もう走り回るし、行政とのコネクションを取るし、住民との話もするし、まあ、TNR をやるに、捕獲をするにあたってもね、やっぱりちゃんと告知をして理解を受けて、そういったのをやる。本当にこのボランティアの人たちが一番、はあ、大変だなと思う。この人たちが一番働いてますよ。だから一番働かなきゃいけないのは住民なんで、この一番住民が、いまいち乗ってこないんです。あ、じゃあもういいよ、そこやっといて適当にって、ここはですね、とりあえず住民のためにやってるのに、住民の人はですね、あ、まあいいよ、じゃあそこに捕獲器仕掛けといていいよって、あ、持っていくでしょ適当にって、そういうふうにね、お任せっきりなんですよ。だから認識が薄い。 TNR をやってるのは野良猫だけど、他の住民たちのやっぱり協力が必要だし、住民たちの意識が高まってこない、理解が得られるとできないっていうことを、まず教育しないといけないと思う。これがこの人数でやってるとこ、住民がもう少し理解してもらうためには教育をしないといけ、もう後から同じことを繰り返しますよね。これはね、やっぱりボランティアの人たちも含めてね、それをきちっとやっぱりレクチャーしたり教育するのの作戦を練らないといけないと思います。獣医師の、じゃあなんでね、熊本県内の獣医師がこれだけ少ないし、もしね、実はいるのはいるんですけど、熊本でこの TNN に参加する人たちっていうのは、写真にも写られないし、もう誰がしてるかっていうのは、もう本当に名前も挙げちゃいけないぐらいの人、獣医師会だとか、自分の病院だとか、それからまあ、保健所なんかもそう含めてそうですけども、本当に、ね、隠れてきてるんですよ。参加しちゃいけないみたいな感じになって、だからね、やっぱり名前を明かさないで、だから本当にね、近隣の獣医師からは、あまり受け入れられてない TNR なんです。もうこれはね、やっぱり一番の問題であって、これを推進できないのは、どっちかっていうとね、獣医師が問題で、この獣医師がちゃんと理解してないから TNR やると、なぜこれを TNR うちの近くでやってほしくないかっていうと、病院の収入源が減るっていう考えが結構あるんですよね。だからそれがね、やっぱり一番のネック。これね、やっぱそう言われないために、ちょっと私それ調査をしてるんですよね。
これどうやって調査するかと、その売り上げがどのぐらいとかいうのはあんまり言わない。だからね、薬屋さんの方にお願いしてですね、ワクチンの注文だとか発注だとか抗生物だとか、その注文がね減ったかどうかで、その売り上げがダウンしてるかどうかを少しリサーチしようかと思って、各やっぱり、に全体像のその薬の動物病院の景気は下がったかどうかをやっぱりちょっとリサーチしてもらいました。ところがね、 TA のほとんど関係なく病院の収入は減ってないはずです。熊本の TA の1週間のその1週間で売り上げ減ってるかどうかっていうのはあんまり変わらない。当然だけども野良猫に対して TNR やってますから、通常は来ない猫ちゃんたちが TNR やってますから、病院業務にはほとんど影響を受けないのがまあ当たり前なんですけどね。だけどやっぱそれはやっぱり収入が減るっていうのはなんか潜在意識が多分あるっぽくてですね。だからそれが、だけど今回検査をしてるからで、 TNR を本当にね2000頭やって、まあ通年でやれば本当に4000とか5000頭近くですよ。それをやったとしても年間の売り上げにはほとんど影響がないっていうことがやっぱり分かりました。それからもう一つはね、技術の安売りだからそんなことやるためにやってるんじゃない、技術の安売りだっていう人もいますけども、まあそれも確かにそのあるのはあるんでしょうけども、基本ね動物を助けるためのそういうしなきゃいけないから、それとこれとはまた別じゃないかって私はちょっと思ってますけどね。まあこの辺は少し議論するところがあります。もう一つはですね、 TNR をやってて思うんですけど、 TNR を今度やるけどしないっていうふうにやっぱり獣医師に言って、何ですか TNR って言って、私たちはやってるから当たり前みたいに TNR って言うと、 TNR とはって知らない獣医師がいっぱいいるっていうことに気づきました。で、学生も獣医大の大学生も TNR とか今度するけど少し見学に来るとかお誘いしても TNR を知らない学生が意外と多い。これね、 TNR は本当ね、獣医師の倫理としても獣医師の精神的なものとか、何のために獣医師をやってるかとか、そういうの奥が結構深いんですよ。だからできればね、大学の方で TNR の講義をやってもらって、教育の中に獣医師のプログラムの中に TNR を組み込んでね、TNR の意義とかをきちっとやっぱり学生に、獣医学生に教えるべきだっていうふうにちょっと思います。これぜひね、大学関係の人たちがもしいらっしゃったら、もうちょっと提案していただいたら、ものすごくね、有効的な、かつ奥が深い倫理的なものが入ってるからですね。それからまあこれ命に対する考え方もありますよ。子供がね、小学校中学校の子供が道に倒れてるね猫ちゃんたちを助けようと思って動物病院に連れてくると、その後もうお母ちゃんが血相変えてきて、なんでこんなことを連れてくるのに、すいませんね先生って、元のとこ戻してきなさいって言って、せっかく助けようって命が死にそうな子猫をね、やっぱり拾って助けたいっていう気持ちで来てるのを捨ててきなさいとか、元のところに戻しときなさいっていうのはね、まあ費用的なことだとかそういうのもあるんでしょうけども、だけどせっかくね、弱っているものを助けるっていう、そういう命に対する尊さだとか、そういうのを学ぶ小学校中学校のそういう子がね、動物に対するをどういうふうにするかっていうのをやっぱり考えてもらえば、この TNR っていうのはものすごくね、やっぱり重要なこと。今ね、龍之介の TNR に参加する子どもさんがいっぱいいますよ。そういう子どもたちにぜひこの活動を見て考えてほしい。それだけでやっぱりね、動物を介した動物介在教育っていうのも含めてるので、この TNR がいかに影響を出してるかっていうのがあります。最後にもう一つ一番言いたいのはね、コミュニケーションですよ。世の中ね、本音、今ね、横とのつながりが少ない中で、コミュニケーションっていうのはものすごく重要。猫ちゃんのこと、 TNR のことに関して、これこそね、住民の人たちがみんな一致団結でするような活動はないですよ。これが面白い。猫ちゃんが嫌いなおじさんたちが猫ちゃんの情報を詳しく知ってる。あの黒猫がね、いつも4時頃この通る、あの黒猫が良くないんだよとか、黒猫の情報を知ってるのは猫が嫌いな人とか、猫に興味がない人じゃない。もう本当に猫の大嫌いなおじさんが知ってるんですよ。だから猫ちゃんのことの情報を得るんだったら、みんなが知ってますよ。それだけで関心が高いっていうか、野良猫に対してしょっちゅう目にしてるからですね、情報とかコミュニケーションの話題作りにはすごくなる、この TNR は。そういうのを結構コミュニケーションするって、地域住民が一体となるいいプロジェクトですよ。で、まあ、このだけの効果を出しててですね、すごくやっぱりいいなっていうふうに思ってて、ただこのコロナ禍でですね、このここ1年やっぱり、こんだけの人が集まるのね、こういう TNR はちょっと難しいかなと思って、1年間中止しました。2月と11月1回中止しましたけども、せっかくね調子が良くて殺処分ゼロもどんどん近づいてるのに、1回中止すると一気に増えるんじゃないかなと思ったんですけども、これがですね意外と効果が出て、
龍之介のこの TN がやらないと、それぞれの人たちがこの時期になるとですね、それぞれ捕まえて、それぞれの動物病院でまたお願いをしてて、これがね、意外と落ちてないんですよ。頭数としては各ね、動物病院でも結構それをやられてるはず。それだけね、手取り足取りのこの人たち、ボランティアの人たちの住民が、ポーンと手放した時点で、そろそろ TA ならまだかなとかいうような待ってる人たちが、自分たちで行動して、近くの動物病院に連れてったりとかいうんですよ。これはね、やっぱり軌道には乗ってきてるって一つの、ね、やっぱりいい結果でした。コロナで初めて気づきました。たまには外してみて、ちょっと様子見てるのいいなというふうに思って、だからそれだったらね、本当に住民の人が結構やってるなっていうのは気づきました。龍之介 TNR はそういう意味で、結構やっぱり皆さんから支持は得てます。一番いいのはですね、やっぱりね、知り合いというか友達というか、獣医師間の友達ができるということ、それからボランティアのグループの仲間が結構やっぱりそれぞれが横とのつながりができるということ、それから行政の人がこっちの方に振ってくれるのもすごくやっぱり嬉しいですよね。それからまあ学校の方で教育して教えて、その子たちが卒業して動物看護師で各動物病院に就職し、そこでまたそういうのを話を広げてくれる、すごくねやっぱいい効果を出してると思うんだ。最初はそれで、今はね本当にコロナ禍でほっといてもやるようになってきてるっていうのは、教育っていうか住民の人たちがだいぶ理解してきてるなっていうふうにちょっと思います。ぜひそういうことをね、踏まえて、やっぱりいろいろやっぱりやって、この TNR も日々変化してるんですよ。これ方がよっぽど効率的に回るんじゃないかっていうね、いろいろやって試行錯誤しながら、それぞれの先生たちの意見をやりながら、ね、そのアイディアいいねっていう取り込んで、どんどん進化してますもんね。だからこのやり方方法もこれがベストっていうわけじゃない。次はまた変わってるかもしれないけど、そういうのがまた楽しいんですよね。さて、最後に皆さん、この TNR についてですけども、何のために TNR をやってます？これ私は TNR を始めて、目標というかですね、が少しずつ変わってきました。猫ちゃんだとか、交通事故に引かれてる猫ちゃんだとか、それからまあ瀕死の猫ちゃん、野良猫を助けたりとかするの、目の前の診療を結構いろいろやってたんですけども、それからこの TNR をやって、目の前の毎日毎日診療しても後を絶たないようにどん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 来るんですよ。そうすると今度は熊本全体の方の猫ちゃんを何とかしなきゃっていう TNR をして気づきました。その目の前の診察だけじゃなくて、 TNR で数を減らすと、そういうことをしないと次から次にやっぱり生まれてくる治療もできない猫ちゃんがいるっていうこと。だからそれが毎日の診療から熊本全体的にあって、それから今度は県外から来る患者さんだとか、それからまあ TNR をやってくる人たちも結構多くなってきて、県外からも来る、やがては全国的に猫ちゃんを TNR をして数を減らさなきゃっていうような気持ちになる。目標がね、 TNR やって視野が変わってきました。目の前の診察じゃなくて、全国の猫ちゃんに対してなんかやらなきゃっていう気持ちになってきました。これはね、 TNR って大きな気持ちの変化だと思います。この活動はですね、 TNR をやってて、大規模な TNR を龍之介はやってきます。さらに大規模、もっと大きな TNR をやらなきゃいけないというふうにちょっと思っております。これはですね、もっと大きなっていうか、これそれだけね、大きな TNR とインパクトがあるし、多くの人が賛同するようになってくるんですよ。やがてはね、インパクトのある TNR をやって、なんかもうちょっと、あら、これはすごいなっていうふうな、あんまりこう TNR とかあんまり関心がない人たちも、何事だっていうふうにやっぱ思うぐらいで、大きなやっぱり大規模な TNR やることがやっぱり必要なことだっていうふうに思っております。これはですね、私たちの仕事、もし皆さんたちの仕事としては、仕事というか役割としてはね、本当にね、先ほど言ったね、この参加する中、住民がメインなんですよ、 TNR って。だから私たちの仕事は住民のにその目標とかその目的をよく伝えてですね、スイッチオンにするのが必要なことだと思う。それがね、私たちの本当に役割。同じように皆さん、ここにお集まりの皆さんたちが住民たちにその意義だとか目標だとか、その効果とかね、そういうモチベーションを上げるようなスイッチオンの言葉を使って住民を引きずり込めばいいと私は思っております。それが私たちの役割ですよ。幸いね、コロナ禍でオンラインでこういうふうにズームセミナーができるっていうのは、この練馬猫さんがね、こんだけの大勢の人数、300人近くですかね、以上の視聴者が多分いると思いますけども、その人たちをやるにはそれ相当のやっぱり準備とかいろいろいったと思います。だけど300人ぐらい、全国よ、九州から私は話をしてますし、北海道から見てる人も多分いると思います。だけどこれだけの大規模なことが
日本国中で一箇所でできるんですよ、セミナーがウェブ上ではですね。だこれはねやっぱりね、あの一つのね、あの発見だと思う。だから一人の人が一人の猫ちゃんを動物病院に作ってズームすればですね、全国で TNR やってるのと同じだ。この大型の TNR をね、これズームで全部やっぱりやればいいと思う。12月の22日の1週間の時にそういうふうにね、ウェブ上でズームの TNR を全国でやれば、これだけの大規模な TNR はないと思う。それそういうふうな発想がこう できましたよ。モネネム猫さんがこれだけのことをあのやってくれたっていうことを、それに対してやっぱりそういうきっかけを作って、あそこ全国で一軒一軒の数じゃない、全国でやることに意味がある。これをズームでズーム TNR っていうのをやってもできると私は思いました。これ一つのやっぱり発見だと思います。私たちがやるべきことっていうのは本当にね、やっぱり3つのためにやらなきゃいけない。猫ちゃんのために、それから住民のために、そして社会のためにやる目的は、そのために TNR でやるんですよ。これについて私たちが関われるってことは非常にね幸せなことであるし、大切なことであるっていうふうに思います。ぜひこの TNR をね、大規模でさらに活性化するようで、もうみんながびっくりするような TNR に発展していけたらなというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。素晴らしいご講演で、私にもスイッチオン入りました。ありがとうございます。仲間が必要、まあ、そういったものを仲間を増やしていくことで、まあ、力強いものになっていくっていうのは、今日の、まあ、セミナー参加していただいた皆様も、その仲間の一人ということになるかと思います。今日は本当に北海道から、沖縄まで本当にたくさんの方がご参加していただいております。あ、龍之介先生お久しぶりでございます。今日はありがとうございます。もうご準備本当に大変だったと思います。本当にありがとうございました。たくさんの方が大変だと思います。はい、そうしましたら、たくさんの質問いただいておりますので、はい、どんどん流れのままに進めていきます。はい、私さっきのプレゼンテーションでちょっとグラフが気になったんですけれど、はい、なんかこう折れ線グラフで殺処分数の減少と手術数の、あ、ありがとうございます、これですね。あ、はい、これ、これ一番が、引き取り数がこういう状態で、はいはい、なるほど、龍之介 TNR の実施数がこの一番上の青いやつですか。そうですね、はい、ですね、はい。で、この手術数を見ると、一番多い時に3000頭ぐらいやってるんですけど、少しずつ数字が減ってるのは、これは先生の方で頭数制限とかをされたんですか。頭数制限をね、してるんですよ。じゃないと、ね、あんまりにもなんか話が大きくなるけど、もうどんどこ来るんですよ。だから頭数が多くなるとやっぱミスも多くなるから、はいはい、重視の数に合わせてね、今日は何人来るっていうことで調整してます。はい、調整はしてるんですね。でもやっぱり、ニーズはあるということで。あります。そうですね。とは言いながら、やっぱりピークアウトしてる感じはありますか？手術を進めていけば、当然熊本市内とかは、だんだん野良猫の数が減ってきてるのかなと思うんですけれど、そうそう、どうでしょう、実感としては。野良猫がね、減ってるかな、どうかなっていうのはね、当初し始めた頃にはね、年寄りの猫のヨボヨボの猫が多かったんですよ。うんうんうん、ところが今やってる TNR っていうのは、まるまる太ったね、なんかね、若い子なの。未出産っていうか、出産したことがない子たちですよ、まだ。だから、年齢層が若くなってるっていうことは、それだけね、年寄りの猫だとか、もう出産を経験した猫ちゃんが少なくなってきてるから、全体像は若返ってることは、頭数が減ってるってことだと私は思います。なるほど、ありがとうございます。グラフありがとうございました。はい。はい、大丈夫です。はい。わかりました。どうもありがとうございます。それでは、こちらですね、はい、一つずつ質問を進めていきたいんですが、はい、ちょっと私今日のプレゼンテーション聞いてて、なんかあんまりおかしくてちょっとあれと思ったんですけど、はい、ダンボールに入った猫が跳ねていく話なんですけど、はい、ダンボールに入れた猫なんか持ってきちゃっていいんですか。少なくとも私が使ってる病院はですね、はい、
ソフトキャリーもダメで、ハードキャリーを使うこと、はい、なぜなら、はい、お注射をしないといけない、お注射しないと猫って出せませんから、そういうのができるような、キャリーに入れて持っていかないといけないのがルールなんです。はい、で、もっと厳しいとこだと、洗濯ネットに入れて持ってこいとか言われてる地方のところとかもあるらしいんですけど、これ、段ボールで持ってきちゃったら、はい、先生、どうやってこれ、麻酔するんですか、どうやって出すんですか。大きなネットの中に入れて、段ボールをネットの中に入れてから、それ開封しますよ。そしたらもうパンドラの猫、パンドラの箱を開けたりでボーンってきますからね、それが楽しいんですけどね、本当に。何匹入ってるかもわからないし、どんな気持ちかもわからないぐらいなんですよ。それはもう10回ですね。それ面白いのは、それ連れてくる人たちのレベルが低いの、住民の。素手で持ってくる人もいるんだよ。こう首を捕まえて、こんなお願いしますって持ってくる人もいるし、本当にね、なんかね、猫に対して無知、こういうのがあるから連れてくるんだけど、だからそれをね、最初から制限しちゃうとダメなんだよ。次回はこんな風にしたらいいですよとかね、来た時にやっぱりそれをやっぱり、ね、その時でシャットアウトするとダメだと思う。だから来る人はね、少なくとも連れてくるだけでも関心だよ、やっぱり。だそういうのを考えればね、まあ、段ボールでも、まあ、それはもう良しというふうにしてますよ、今のところ。だけど次回から段ボール食い破って出てくる子もいるし、もう箱を持ってきても開けてびっくり空箱だっていうことだってよくある。そういうの知らないんだよ多分。そういうのもね、住民の人たちは猫のプロフェッショナルじゃないから、本当に無知な人たちが連れてくる、血だらけで連れてくるおじいちゃんおばあちゃんなんか見ると本当にけなげで、もうなんか献身的だなと思います。それ危ないから今度こんな風にした方がいいよっていうね、そこでまた本当にね、なんか感動的ですよ、そういうのって。次はよくちゃんとしてくるんだもん。だからそこで最初からね、条件とかそういうのリストを作ると、なかなか難しくなってくる。まあ、連れてくるだけまだよしだっていうふうに思う。ありがとうございます。やっぱりその熊本のようなところで、こういう取り組みをされるっていうのが、本当にすごい、多分すごい先進的だと思うんですよ。やっぱり東京とは全然違う、まだまだそういう無知な方たちに、これを体験したことで、多分地域社会の動物愛護意識が向上したり、すごく無知な人が知るようになって、どんどん変わっていく。まあそういったきっかけを多分龍之介動物病院のこの挑戦が地域社会を変えていくことになったんだなというのを聞いててすごく思いました。どうもありがとうございます。はい、で、すごいあまりにもこう、なんですか、徳田先生の動きがすごすぎてしまって、この徳田先生の、働きかけとかは、行政とかとの連携っていうのは取られているんでしょうか。前半の部分は、私たち動物愛護団体と、行政の連携みたいな話がメインだったんですけど、はい、徳田先生の熊本ではどんな感じなんでしょう。いや、どうですかね。なんか助けてくれてます。いやいや、あんまり税金制度とか、それもうことが大きくなったから行政の人も協力してくれるようになってますよ。それまでやっぱもう自分ができる範囲でやらなきゃと思わなきゃ、もう最初から頼ったらやっぱり良くないんじゃないかと思って、やるのはもう自分でできる範囲で、自分の資金をできる範囲でやれる範囲でやった方がいい。やっぱり誰かを頼ったりだとか行政を頼ったりとかするのはよくない。だけどやがてね、流れができ始めると行政がね、ご紹介してもよろしいですかとかですね、もう行政から声かけてくるもん。だからもうボランティアの人たちもそうだけど、参加してもらってもいいですかとかですね、私たちの地域でもやるからぜひ見学させて、参考にさせてくださいとか、周りがね、その流れが大きくなると寄ってくる。だからそれまではやっぱり最初からやっぱりお願いするっていうのはなかなか難しいところがあるから、自分のできる範囲を一生懸命やった方がいいと思う。そうですね。なんかさっきのお話を聞いてても、このコロナ禍で1年TNR キャンペーンができなかったとしても、まあ、自ら自走して地元とかでなさっている方たちもいるっていうお話もありましたし、やはり一つのこれはきっかけで、やがてはまあ皆さんがそれぞれのできることで参加していく、仲間を増やして地域社会全体で取り組んでいくのが理想なんだなと思います。そうそうそう、はい、ありがとうございます。それで、やっぱり手術でこれだけ大量の手術ですから、一番最初のお話にもありました通り、それこそ無知な方がただだからいくらでも持ってっちゃえみたいな感じで持ってくる中には、高齢であるとか体調不良とかコンディションの悪い猫も含まれていたと思うんです。でそういった場合に、まあ、これ事前にそういう猫は持ってこないようにきちんとアナウンスをされているのかどうかと、また持ってきてしまった場合はどうやって処置されていたんでしょうか。
基本的にはですね、もうあまりにもヨボヨボで病気がちの子っていうのはやっぱりしないですよ、こっちでは見て判断して、うん、これはこうこうこうでこうだからねっていうふうにやっぱり教えてると、ああそうかっていうふうに、まあ、そのおじさんたちは、ね、そんなに好きじゃないんですよ多分、この猫の興味がね。だけどそれをしてこうなったら今度しましょうねっていうふうに言えば、それがね、なんか役味っていうかね、その人たちに課されたなんかこうなんか責任とか役割みたいに思うんだよね。1キロ過ぎたらいいんだなとか言うからですね、なんか1キロ過ぎたらやりますよとかね、じゃあ鼻ぐずぐずがなくなって自分からしっかり食べるようになったらいいですよとか言ったら、次半年後の、まあ、TNR にしましょうよって言えばそういうふうにしてくれますよ。その辺のところをね、もういいチャンス、せっかくね病気でこうしたら高校これはできないよとかいうふうに言えば、それはそれなりにやっぱりしますもん、うん、だからそういう病気のことについて語れるいいチャンスだから、うん、それを断るっていうのもいいですよ。で、そうですね、できる範囲の治療はするもん、こっちの方でも、うんうん、ここまでしといたからねっていうふうに言って、あとはこれはもうなかなか難しいから手術まではいかないよっていうふうにやっぱり言えば、ああそうかっていうふうにやっぱ思いますもんね。でそれはすごく理解を受けるし、なんかそういう医学的なことも知識としてできるからすごくいいと思う、うん、そうですね、結局ですね、その TNR の推進において費用の問題というのはすごく大きいんですよ、はい、今回は龍之介動物病院さんの、まあ、多大なる献身のおかげでこの、まあ、奉仕で成り立っている TNR キャンペーンなんですけれど、本来はですね、どのようにこれ費用負担するのが、まあ、妥当かなって思われますか？いや、これもうね、お金のことに関してはね、もうやっぱりみんないろいろな意見があるから、うん、もうやっぱり自分のできる範囲でできることをすればいいんですよ。やっぱりお金をどっから集めようかとかどうしようかっていうのはなかなか難しいもん。だから本当にね、本当にまあこう私みたいな奇特な人がいっぱいいますもん。楽しいんですよ、すごく。期待されるし、奇特なんかそういったのがなんか使命感を帯びてするから、そういう人を見つけて説得すればいいんですよ。だって本当にこんな楽しいことをしない理由はないと思う、私は。やってることの大きさからすれば、もう大したあれじゃん、2000頭の子供、猫ちゃんが赤ちゃんを産むとしたら、もうどのぐらいの大変なことです。大変なことですよ。うんうん、なのに、本当に誰でしたっけ、松井さんなんかはね、一生懸命働いてるか、一生懸命活動しても、やっと浄土先の猫ちゃんを作るのに、本当にあんだけのやってもそれ、だけど TNR は、こんだけの労力で相当数の効果を出すわけだから、うん、本当にね、はけ口をなんとかするのももちろん必要なことだけども、蛇口を閉めるのも絶対必要な、ね、こっちの方にやっぱり費用をもう少しやっぱりかけて、そういう熱、情熱を持った方がいいと思う。ありがとうございます。おっしゃる通りです。はい。で、ですね、私、プレゼンテーションの中でまたこれ気になったんですけれど、はい、交通事故に遭った猫とかを、まあ、子供が持ち込んでお母さん戻してきなさいみたいな、はい、こういう相談私のとこにもすごい、はい、寄せられてくるんですね、はい、で先生はこういったシチュエーションの時に、まあ、そういったご相談を受けた時、まあ、どういうアドバイスをして、まあ、それを外にもう戻す見殺しにする以外の選択肢をどんなふうにアドバイスされてますか？いや私預かって治療します先生はそれができちゃうけどいやそうだけども、うん、だって子供の気持ちは大切だよ、うん、子供が、ね、弱ってる猫ちゃんを拾ってくるのはそれは本当にすごくいいこと。そうですね、うん、本当に、うん、やがてはその子は大人になって獣医師になりますよ、うんうん、いや先生みたいになりたいって思うから、そういういいチャンスだもん、獣医師になりたいなって思うチャンスだから、うん、それはやっぱり尊重した方がいい。それとお金の話は子供は別にして、お母さんに、いやこの子はこんなに優しい子だからね、まあ、今回龍之介で費用を持つから、うん、少なくともティッシュペーパー一つとキャットフードを子供に持たせてうちの方に持ってきて、それでやりますからって言いますもん。素晴らしい、うん、はい、そういうふうにね、代価を払わないと、子供でさえすらね、ティッシュの一ケースと、うん、それとキャットフードを一回持ってくる、それで治療するからっていうふうに言ったら子供それ持ってきますよ、うん、そこはもういい教育。そしたらお母さんはそれなりにちょっとやっぱり心苦しいところがあるから、それでもやっぱりそれをよしとして、だんだんお母さんも気持ちが変わってくるもん、うん、だから最初からやっぱりそういうのもこのスパネルでもせっかくいいチャンスだし、子供を利用したらお父さんお母さんも少し変わるもんね。最初はね、引き受けた方がいいと思う、うん、ありがとうございました。やっぱりその、はい、自分のその徳のある心が地域社会、まあ、周りの人たちのそういう善意とか動かしていくんだなっていうのがなんかよく分かりました。
なんか本当にいいお話をありがとうございました。なんか本日もなんか時間も押してしまってるんですけれど、徳田先生の方からぜひ、まあ、聞いていらっしゃる皆様に向けて、もしくは全国に向けて、この、まあ、猫を通して社会を変えるメッセージをいただけたらと思います。本当ね、自分のできる範囲でね、やれることをやればいいんですよ。本当にね、それがね、やっぱりどのボランティアの人もみんな悲痛な顔してますもん。もう大変だとか、お金はとか、もうちょっと楽しんでやればすごくやっぱりいいんですよ、できる範囲内で。もうできなかったらもうほったらかしにしとけばいいのに、もう私はもうダメですとかね、もうボランティア同士の喧嘩がしたりだとか、もう行政と喧嘩したりとかするから、もうそんなのがね、やっぱりもうあまり良くない。もうちょっとね、楽しめばいい。もう楽しんで、いや楽しかったねって言い出して、来年もやろうよっていう風な感じでなれば、本当にそういう気持ちを持ってて、苦しいんだったらね、やっぱりそういう姿が子供にも映るし、他の人たちもやっぱり映るもん。なんとなく楽しそうにやればいいと思う、多分。だからできればね、どうせボランティアをやるんだったら楽しんでやるようなことをやるし、自分のできる範囲でやれば。あと人を頼りにしてもダメだと思うから、お金の面では自分をした方がいい。もう一つはね、新しいっていうか、新獣医師がいっぱいいます、出てきます。若い獣医師がね、私も TNR みたいな病院を作るんですっていう人がいるんですけども、TNR の病院をね、真剣先生、松木先生みたいにね、やっぱり動物、こんな動物も作りたいと思うけど、それはね、TNR では食っていけないから、ちゃんとした動物病院をやって、余裕が出てから TNR とかそういうのをやって、それを TNR の主軸にやるとね、やっぱり成り立たないもんね。だから自分のボランティアと自分のちゃんとした生活と仕事とはまた全然別ですよ。だからそういうのはやっぱり少し考えてないと、もうボランティアのために何かするっていうのはもちろんいい心がけだけども、まず仕事をしてから、仕事ちゃんとやった上でのボランティアだっていうふうに思いますか。そこはちゃんと区別してもらった方がいいと思うな。まああんまり大したことないけどありがとうございました、はい、本当はもう少し時間があればパネルディスカッションまで、はい、いろんな今日来ていただいているオーディエンスの方も参加していただきたかったんですけど、どうでしょう、高木さんってパネリストでお話ってできますかしら、難しいかしら。ちょっとなかなか今、視聴者っていうところに上がっているので、なかなか乗っかることができなくてすいません。ちょっと監修の方から乗っかっていただいて、お話に参加していただこうかなと思ったんですけど、ちょっと拾うのがちょっと難しいみたいでごめんなさい。なので、ちょっと聴衆からのご参加はなしで、ここで締めさせていただくことにします。本当に今日はお忙しい中で、いろんな、高木さん入りましたね。すいません。高木さん、一言よろしかったらお話しいただけますでしょうか。こちら元新宿区の職員の方で、今アナイスの理事をやっております。で、新宿区、まあ、東京で、約20年、地域猫活動の、まあ、時代を牽引した、まあ、ある意味その何ですか、地域猫活動の行政におけるトップランナーのような方なんですけど、ちょっと今日ご参加いただいております。はい、よろしかったらどうぞ、いろいろ今日一日のトータルの総評でも一言ご感想いただけたら。はい、いや、あまりにも持ち上げられたんで何と言っていいかわからないんですけど、先生とは多分2019年帝京科学大で対話をして、ペット防災の関係でお話をさせていただいて、で、まあ、今日の全体の流れということなんで、ペット防災じゃないところで言うと、どこの皆さんもみんな言ってたんですけども、地域猫対策って大事なのはやっぱり情報の交換、知識を入れる、でお互いにつながる、この3点が皆さん言ってらっしゃいましたよね。猫の生態を聞く、それからその地域の猫の問題をお互いに情報交換する、これはもう行政もボランティアも地域の人で、猫の情報っていろんな方が持ってるんで、猫をキーワードにして、まあ、僕なんかの経験だと、ある公園の猫をすべて名前をつけて知っていたのが当時小学校の5年生だった、女の子でね、と町会の80代の人がその人のところへ行ってお話をして TNR をやるっていうようなことなんかがやっぱり実際あるんで、地域猫活動っていうのは猫を保護擁護というニュアンスよりも、町で人のつながりを再生をしていく、そういうとても大事なことで、
さっき先生もおっしゃってましたけど、猫に確かに対象だけど、要はその周りにいる人たちの関係性どうやって作っていくかっていうことなんで、とてもいい話を前の3人の方も先生もされたんだというふうに思っています。こんなところで、はい、はい、あと喋ると長くなるんで、はい、そうですね、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます、はい、それではもうお時間になりましたので、本日の、イベントは終了となります。実は最後に、皆様に、ブラウザーの方にアンケートが上がってきますので、ぜひ今日の、評価とご感想を一言いただけたらと思いますので、それを、まあ、こちらの方も参考にしながら次回の向上につなげていきたいと思います。本日はもう初めてのオンラインセミナーということで、まあ、通信環境の問題とか様々でいろいろ不具合のあったことありましたら本当に申し訳ございません。今日の講演は後ほど録画をして、YouTube に上げさせていただく予定でおりますので、見逃した部分はそこでぜひ拾っていただけたらと思います。本日はご参加いただきました皆様どうもありがとうございました。これで一旦終了にさせていただきます。ありがとうございました。